ハロー YouTube! 皆さんご機嫌いかがですか？北村郁夫チャンネルの北村郁夫です。本日はサビ落としに挑戦してみたいと思います。ですね、これ、タケノコ掘りだと思うんですけど、だいぶ古いタケノコ掘りがあります。これのサビを落として、ちょっと磨いて、ちょっと新品に近くしてみたいと思います。まずは、つけ置きの、サビ落としをやってみたいと思います。ここですね、ちょっとこの中に入れといて、で、これを、これ、つけ置きサビ落としですね。これをやってみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。手袋して。これは、一応、6時間から12間、2時間、つけ置きして、サビを落とすっていうものですね。まあ、この半分からこっち側が、できればいいかなと思います。さあ、それでは、サビ落としやってみたいと思います。よいしょ。はい、それでは言います。さあ、どういう反応を起こすか。なんかシュッシュシュッシュ、これなんか言わないですね。ジュワジュワとかって来ると思ったんですけど。一本使っちゃえ。さあ、どうなるか。ちょっとこれで6時間から12時間置いてみたいと思います。ね、ちょっと角度が悪いから、もう一度角度をつけて、こっち側が、ね、手前側がね、サビが落ちればいいかなと思います。で、ちょっとね、先端がね、曲がってるんで、後でこれ熱かけて、で、金槌で叩いてまっすぐにして、で、磨いていきたいと思います。はい、これでしばらくお待ちください。ちょっとですね、上の方も錆落としができればと思って、液が足りないところの分は、キッチンペーパー、それを浸してちょっと上かぶせて、水が少しくっつくように、してあります。これで全体的に錆が落ちるんじゃないかなと思います。よいしょ。今こんな感じですね。はい、これで様子を見たいと思います。タケノコ掘りですね、これね。多分。はい。はい、それではお待ちください。はい、今日はサビ取りをしていたので、その薬液から、取り出ししたしてみたいと思います。本当は6時間から12時間です。つける時間はね。でも、ちょっと24時間つけてしまいました。さあ、どのぐらい落ちているか。あ、だいぶ綺麗になってますね、さすが。あ、でもこれでちょっと水洗いをしてみたいと思います。あ、すごい匂いだな、これ。匂いがすごい。はい、ちょっとお待ちください。こんな感じです。ねえ。サビはだいたい落ちてますね。使っていたところは。塗装があったところは少し、まだ茶色いところが残ってますね。まあこの辺はまあどっちでもいいでしょう。でもだいぶ綺麗になりましたんで、これをちょっと磨いて、ここをまず平らにしてからですね。それで磨いていきたいと思います。はい、ストップ。それではこのバーナーで温めて、先端を平らに叩いていきたいと思います。
だいぶ温まったようなんで、これで叩いてみてみます。これもうちょっとやめないとダメですね。あんまり平らになってる感じがしないですね。もうちょっとやってみます。やってみますか。もうちょっとこのバーナーをやってみます。少し叩いてみます。違うところで叩いてきました。こんな感じです。だいぶまっすぐになりましたね。わかりますか。わかるかな。これこんな感じです。はい、これで、これをヤスリがけをしていきたいと思います。一応叩いた後これ冷ますんで水の中につけました。本当はねこの油とかなんかがいいかもしれないんですけど、まあとりあえず水で冷却させてやります。ちょっと触ってみつ、あ、もう冷たくなってますね。大丈夫です。これで磨いていきたいと思います。はい、ストップ。それでは試しに80番の紙ヤスリで磨いていきたいと思います。どうなるかな。これだったら最初からこのね、サビ落としなんか薬液につけないでこれで磨いた方が良かったかなっていう感じですね。結構削れてますね、これね。こっちは塗装がやっぱり黒くなってたんだな。はい。サビ取りでサビを落としました。その後、残ってるところをちょっと CRC で磨いて、これから刃先を3、グラインダーで削って整えたいと思います。それではご確認お願いします。あ、見ててください。はい、では行きます。はい、ここまで来ました。だいぶ表側が綺麗になりましたね。それではそろそろ裏をやっていきたいと思います。またここはちょっと先端がちょっとへこんでるみたいで綺麗になってませんけど、まあいいや、とりあえず行って裏を言いたいと思います。さて、裏をするには、これね、絵を撮るのちょっと厄介なんで、ですね、ちょっとやり方を考えます。ちょっとお待ちください。はい、こんな形にしました。これで裏を削っていきたいと思います。あ、サングラス、ここ眼鏡をしてね。
裏はだいたいこの1センチぐらいのところまでこうやって傾斜をつけて、先端は1ミリぐらいにしたいと思います。はい、それではやっていきます。結構いいかな。結構薄くなりました。0.5 ミリぐらいになりましたね。ちょっと休ませます。今までグラインダーで磨いていましたが、そろそろこれでヤスリで仕上げていきたいと思います。最初は180番ですね。180番で磨いていきたいと思います。インパクトにヤスリつけたやつ、これでやってみたいと思います。さあ、それではいきます。これ100番です。これはちょっと動いちゃうな。ちょっとお待ちくださいね。それではもう一度やります。100番です。いや、参ったな。これバッテリーがありませんね。バッテリーがありません。バッテリーがないので、それでは手でやりたいと思います。ストップ。サンドペーパー手で用意しました。これ100番がなかったので80番でいきます。これは大変かな、これ。ちょっとこれ大変だな、これ。ダメだこれ。よし、手だといまいち大変なので、なんかいいのあるか。今までこれでしたけど、これやめてちょっとすり減ってるこっちでやってみたいと思います。はい、こんな感じでいいかなと思います。ちょっと手で磨いとくかな。
あんまり鋭利にしちゃうとね、弱くなっちゃうんでね。これは芋掘り用だと思うんで、あんまりここは細くしない、薄くしない方がいいと思いますね。芋掘りつうか、これタケノコ用なんですかね。これタケノコの根っこをこう切る感じなんですかね。よし、こんなとこで終了です。はい、こんな感じに仕上がりましたね。あとここを黒いペンキで塗って仕上げたいと思います。その前にこの脱脂っていうか、これ油をちょっと抜いて CRC でね、ちょっと拭いたんで油がだいぶ残ってるはずなんですよ。シンナーみたいのでちょっとこれ脱脂して、それから塗装したいと思います。はい、しばらくお待ちください。それではね、マスキングテープをしたんで、残りの部分を黒く塗っていきたいと思います。スプレーを使います。黒ですね、黒シリコンラッカースプレー、乾燥時間30分、20度、もっと早く乾くでしょう。はい、それでは塗っていきたいと思います。はい、1度目終了。少し乾かします。一応塗装が乾いたと思いますんで、これマスキングを外したいと思います。さあ、どんな感じでしょう。だいぶ綺麗に塗れたと思いますね。よいしょ。ここからはちょっと慎重に。おう、いい感じだと思います。よいしょ。あとは刃の方を取っていきます。はい、完成です。はい、こんな感じでできました。綺麗ですね。
はい。で、油を塗って仕上げたいと思います。錆防止ですね。この辺はあんまり薄くしませんでした、ね、結構硬い土を取ると思いますんで薄くはしません。はい、タケノコ掘りの、ね、再生です。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。